これがキューバのルンバかって広まったのは別物だったっていう話があるんです。はい。というわけで、初見さん歓迎、質問関係、投げ銭すっぱちは大歓迎、来るものは拒まず、パーカッションのワークショップお届けいたします。高文がお送りします。よろしくお願いします。あの、これが終わったらでいいんで、ぜひね、あの、検索してみていただきたい。YouTube でも見れます。まあ、生で見ていただくのが一番その、パッションっていうかね、<laughs> 音圧とかエネルギーとか感じれると思うんだけど、今なかなか見れないと思うから、YouTube で。 検索してててみてください、はい、じゃあちょっとルンバとは何ぞやっていうのを説明していきたいと思いますはいえー、ちょっと一言では言えないんですけど一言であえて言うとすると、えー、パーカッションアンサンブルを中心としたキューバの音楽ですねキューバっていう、まあ、島国がありますけれどもそのキューバの音楽であるとで太鼓だけではなくて歌やダンスを含む、まあ、カルチャーですと、えー、ライフスタイルそのものであると言ったりもしてます 大きく分けると、えー、代表的な名前がついている3種類のルンバがあります。えー、書いてあるんですけど、ヤンブー、ワワンコ、コロンビアと名前がついている、えー、3種類がありまして、まあ、これね、総じてルンバです。で、これ以外にも、その亜種というかあるんですけれども、まあ、代表的なのはこれで、たいそのね、えー、みんなが検索してみたり、えー、CD とか音源で聞くことができるのは、このどれかに。 当たるかなと思いいますはい、じゃあこれどう違うのっていうところなんだけれども超簡単に言うとですね、えー、ヤンブーっていうのはすごいゆっくりです超ゆっくりテンポがゆっくりワワンコっていうのは割とミディアムテンポちょうどいいテンポ、えー、今の人たちでも結構踊りやすいテンポでコロンビアっていうのはめっちゃ速いとにかく速いはい <laughs> え今回ビギナー向けなんでちょっとルンバ警察の方はねあのご容赦くださいっていう感じなんだけども僕の印象で言いますね僕の印象で言うとヤンブーっていうのは大体テンポで言うとねまあこれぐらいのルンバでえ割とねおじいちゃんおばあちゃんがゆっくりこうゆったり踊ったりするような えものですねで和番コっていうのはもうちょっと速くてまあいわゆるルンバ比べえー、くらいの、えー、速さが多いかなっていう感じです。割とまあ乗りやすい踊りやすくて、えー、割とね男女のカップルで踊って男女の駆け引きをするようなルンバですね。 で最後コロンビアっていうのはまあこんぐらいガンガンとガンガンとガンガンとアゲアゲな感じですまあ速くてとにかくエネルギッシュっていう感じねはいもうなんとなく分かったでしょう <laughs> えまあヤンブーはえーゆったりワワンコはちょうどいいコロンビアはアゲアゲというところでございますで太鼓的な話っていうかまあ僕太鼓的な話しかできないんだけど正直ねヤンブーとワワンコっていうのはおおよそ同じですいわゆるルンバクラーベっていうのがあってその上で太鼓がアンサンブルをしてえまあ歌が乗っかって踊りがあってっていう感じです だからまあゆっくりか早いかっていう違いで認識しておよそ間違いないですヤンブーとワワンコに関してはでコロンビアっていうのは、えー、結構早いっていうのもあるんだけど三連の要素が強くなるルンバクラーベを普通にこうやった上でこの上物があーあ,ーあーごめんルンバに振っちゃった ルンバクラーベなんだけど上物が3連みたいな場合もありますしえっとこのクラーベの方が3連になる今あのゼロから始めるのフットクラーベ編で「べんべーベっていうのをやってるんですけどもいわゆるそのべんべになるっていう感じですね。 カツカツツカツカツカツツって、えー、といわゆる酸が感じられるようなリズム。より、えー、アフリカっぽい、アフロビートっぽい感じですね。ポリリズムが含まれる、内包される感じです。もともと植民地だったわけじゃないですか。えー、で、ひいては、まあ、奴隷として連れてこられた人たちなわけだね。要はその奴隷からの解放だったり、生きるためのそのパッションみたいなの、つまりその。 叩く太鼓のビートはもうハートのビートでその生きるためのエネルギーとして叩いてるというような感じなんですよあえて言葉にするとまあつまりそれぐらいそのある種生の渇望っていうかうん生きていくんだぞっていうね <laughs> とにかくその生きるエネルギーとかあるいはその和番子だったらその男女のね 交渉のエネルギーみたいなのもあるんですけれども、まあ、そういうのがすご多分に含まれているだからその聞いてる人を結構圧倒するっていうかパワフルなんだよねとにかくでまずちょっと言っときたいのがルンバで、まあ、見たとしてもハバナスタイルっていうのとマタンサススタイルっていうのがありますとこのキューバの中にそのハバナっていう都市と、ね、マタンサスっていうのがあるんだけれども、えー、その2つで生まれたと言われてまして微妙にねやり方っていうか作法が違う で,すで「すでハバナの方が結構分かりやすい感じになってまして今回やってる人なら聞いたことあるかと思うんだけれども「グんきんきんグんグんきんきんグん」みたいなちょっとメロディックな、えー、アンサンブルありますね。えー、それはハバナスタイル ですいわゆるパーカッショニストがよくやるのって結構ね「幅なスタイル」だったりします、はい。対してマタンサスの方はうん 限りなく似てるんですけどルンバクラーベをねあの基調としてるところとか、えっと、もっとそのマタンサスの方がアドリブ要素が強いというかスペースが広くて割とねその太鼓の人たち、えー、これから説明するんですけども、まあ、金とトゥンバコンが、えー、3本大体いてそれぞれの人が割とアドリブ的なことをやるからもう結構ね何やってるか分かんない。 初見だと聞き取れないっていうか、あのそれどういう構造でそうなってるんだろうとか、それどういう会話、駆け引きをしてるんだろうっていうのは、えー、初見だとね、ちょっと聞き取れないと思います。タ、ま、ンサースの方がより自由度が高い、えー、スペースが広くて、アドリブ的な要素が強くて、えー、難しいと思います。だから、幅なから入るのが分かりやすいと思う。 結構そのハバナの方がパターン化してるっていうかいわゆるリズムパターン的に考えることができるのではい。ただ厳密にはねそのなんだろう白か黒かっていう話ではなくて当然もうごちゃ混ぜになってますしいろんなやり方をしている人がいるしまあいろんなスタイルがありますからまあその中の1個なんだへーっていう感じで聞いていただければと思いますまずこのカバナはまマタンサスのルンバがあって そこからですね、えっと、キューバ音楽をアメリカに広めるっていう時代があったんですよ。はい、でこのルンバというよりかは、えっとね、キューバのソンとかダンソンとか、あとね、ボレロっていう音楽ジャンルが、音楽があるんだけれども、そういうキューバ音楽を、えっと、アメリカに広めるときにルンバっていう名前を使ったんですよ。ルンバっていう 名前つけたっていう感じかなえっと「SON」ってあるじゃないですか「SON」まあ、ソンって「あ SON」S o N、って書くのね「SON」o N、ってあの英語だと息子っていう意味じゃないですかで紛らわしいっちゅうんでそういうね「SON、まあ」ソンとか「SONMUSIC」とかを一回「ルンバってもうまとめて一括りにジャンルとして名付けて流行らせようとしたっていうかね広めようとしたんだねアメリカでだから一回その「ルンバっていう名前であ これがキューバのルンバかって広まったのは別物だったっていう話があるんですでさっき言ってたコーヒールンバとかっていうのはこの口述してる方キューバンルンバではなくて、えー、ソンとかボレロとかを指してることが多いですね言ってる意味わかるつまり一回そのキューバ以外の国に広まったルンバっていうのはこのルンバではないっていうこと でそれはもう後で訂正されてもう今ではあ違ったよねってみんな分かってる話なんだけれども、えー、今でもその名残としてなんとかルンバとか、まあ、コーヒールンバもそうなんだけども名前がついてるものっていうのは実はルンバじゃないっていうのはあります。はい、で、えー、とボールルームルンバっていうのもあっていわゆる社交ダンスのルンバってあるの知ってますか 社交ダンスにもねあのルンバっていうのがあってそのルンバは、えー、基本的にはソンンおよびダンス音ボレロのことを指します僕一応ね社交ダンスとかの伴奏とかもしたことがあるんですけども大体いいその社交ダンスの伴奏でやるのはコンガだったらね割とボレロみたいなパターン。ダンタタタンタン。 まあ、ムーディーな感じ<笑><笑>はい奴隷時代から足かせがついたままの踊りなので足を地面につけたまま踊ります社交ダンスのルンバとは大違いあそうなんですよねそう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 ナイスコメントですこうねあのまあ検索してみていただいたら分かるんだけど独特なんですよねこの9番ルンバの踊りってこう足を引きずるようなねまあそれっていうのはそのおっしゃっていただいた通り足かせがあった頃の、えー、名残であったとか、うん、まあそれをね 表していると言われたりしてます。はい。